大分市の野田山幼稚園では、米作りを通じて食べ物の大切さを知ってもらおうと、毎年この時期に田植え体験を行っています。今日は3歳から5歳までの園児、およそ200人が裸足で田んぼに入り、目印として張ったロープに沿って苗を一株ずつ植えていきました。田植えの後はお楽しみの泥遊び。子どもたちは泥んこになりながら田んぼの中を走ったり、泥をかけ合ったりして元気いっぱいに楽しみました。楽しい。泥んこになっちゃったね。楽しかった。気持ちいい。お顔いっぱいついたね。気持ちいい。どうなってほしいですか？大きくなってほしい。園児たちは秋に稲刈りも体験する予定で、収穫した米は給食の時間にみんなで仲良く食べるということです。